ようこそ怪獣王国へ。さて今回はコングとゴジラの関係性について話します。このコングというキャラクター、ゴジラより歴史は古く、第一作が公開されたのは1933年、なんと第二次世界大戦よりも前なのです。コング以前から恐竜が登場する作品はありましたが、巨大生物が大都市を襲うというフォーマットを確立したのは本作といっても過言ではありません。つまりこのコングの第一作目こそが現在まで続く怪獣映画の始祖といる作品です。第一作は非常に大ヒットしまして、今日では歴史の教科書に出てくるような人物もファンだったと言われています。当然ながら日本にもその影響力は波及し、あの円谷英二監督が影響を受け、フィルムを取り寄せて徹底的に研究したと言われているほどです。この作品がなければゴジラは生まれなかった、ひいてはウルトラマンや仮面ライダー、戦隊ものといった特撮怪獣ものも生まれなかった可能性があるんですよね。日本のポップカルチャーが違った歴史をたどっていたかもしれません。コングがいなければ今見ているコンテンツが存在しなかった可能性があるんですから。ですがその知名度と影響力とは裏腹に、コングは非常に不遇な怪獣でもありました。第1作の大ヒット後、すぐさま続編が制作されましたが、その後のコングは長い休眠期間へと入ります。ゴジラは東宝が企画制作を行っているので、東宝が倒産しない限りは半永久的にシリーズを継続することが可能です。どれ人気が低迷してもシリーズは続けられる、昭和のチャンピオンシリーズなんかが特にそうですね。しかしコングにはその存在がいないんですよね。当時の制作会社 RKO 社は1940年代は優勢を極めていました。しかしその後は経営難に陥り、映画自体が全く作られない状況が続きました。そしてついに RKO 社は倒産してしまいます。なのでコングは長い間眠りにつくしかなかったんでしょう。それでも RKO 社が倒産に至るまでの間にコングの新作を作ろうという動きはありました。プロットも提出されていたんですよね。フランケンシュタイン博士が作った怪物とコングが戦うという内容だったようです。 RKO 社の経営難も影響したのか、資金がなかなか集まらず、プロデューサーは当時アメリカでもヒットしたゴジラを制作していた日本の東宝へと投げかけます。そう、皆さんご存知のキングコング対ゴジラへとつながってしまうんです。アメリカで資金が集まらなかった、その悲しい結果がキングコング対ゴジラを生み出す結果になったというのは皮肉的ですね。仮にアメリカで新作のコングが作られていたら、キンゴジは存在しなかったということを考えると、ある意味怪我の巧妙と言えるかもしれません。本来のフランケンシュタインの怪物とコングが戦うというコンセプトは、フランケンシュタイン対ジェイ怪獣で実現することとなります。このキンゴジはコングにとってカラーで出演する初めての作品となりました。母国ではなく異国で初めてのカラーとなるというのは少し寂しい気もします。こういう点にもコングの不遇さが現れているように感じませんか。コングの不遇さは制作本数にも現れています。なんと9本しかないんですよね。コングは初登場から90年近い時が経っているにもかかわらず、わずか9本。対するゴジラは70年近い歴史の中で30本以上の作品が作られています。まあゴジラには東宝というしっかりとした屋台骨があったからというのが非常に大きいんでしょう。コングにはそれがなかったから制作本数が非常に少なくなってしまったんでしょうか。そしてコングという存在は非常に作りがたく、ある意味神聖視された存在でもあったんでしょうか。それがこれまでの作品から見えてきます。1976年版、2005年版ともに初代の影響をかなり強く受けた作品でした。未開の島からコングが連れ出され、アメリカで大暴れするという内容を踏襲しており、ある意味初代の呪縛に囚われた怪獣キャラクターと言えるかもしれません。2005年のピーター・ジャクソン版は舞台が1933年、初代コングの公開年と同じ年代に設定しているほどです。このことからも初代の影響力の大きさが伺えますね。日本では初代ゴジラがある意味神聖視されているように、アメリカでも初代コングが新生児されているという流れがあるんでしょうか。呪縛の解放には2017年まで待つ必要がありました。マーベル映画が全世界の映画市場を席巻している時代、一大モンスターコンテンツとなっていたマーベルシネマティックユニバース、当然怪獣映画にもその波が押し寄せてきました。2010年のゴジラが興行的に成功し、続編も制作がスタート。同時期にコングの新作映画が発表されました。発表当初は制作はゴジラと同じレジェンダリーが担当し、配給は USJ で有名なユニバーサルピクチャーズが配給を担当するという話でした。しかしこの企画、どういうわけかゴジラと共演させるべきという話になったようで、配給はユニバースからゴジラと同じワーナーへと変更されました。そして怪獣ユニバースモンスターバースが正式に起動しました。まあレジェンダリーはゴジラも制作しているので、いっそのことゴジラと同じ世界観にしたらいいじゃんって誰かが言ったんでしょうね。これを言ってくれた人本気で天才ですよ。マジ感謝です。コングはモンスターバースに組み込まれたことによって、初代からの呪縛に脱却することができました。
2017年のドクロ島の巨神ではコングはドクロ島から一切出ることはなく島民を守る守護神として活躍しました。ドクロ島という要素は抑えておきながらも初代のようなプロットは存在していません。ようやくコングは初代の呪縛から解放される時が来たんです。80年以上の時を経てようやく解放される。あまりにも長い旅がようやく終わり、コングの新しい旅が始まりました。モンスターバースがなければコングはまだまだ不遇な存在になっていたかもしれません。コングがいなければゴジラが生まれなかった、そしてゴジラがいなければコングがここまで活躍することもなかった。この両者の関係はある意味親子であり兄弟と言える関係なのかもしれません。日本に怪獣王がいればアメリカにも怪獣王がいる、それがゴジラ対コングで世界中に知れ渡りました。コングの今後はどうなるんでしょうか。モンスターバースからますます目が離せません。新情報があれば皆さんにお届けしようと思います。では次の動画でお会いしましょう。